夕食ホットのお皿。先週もカバー曲1曲と自分たちの曲で合計2曲を歌ったんですが、はい、今週もそれでやっていこうと思います。そんなわけでその場で無茶振りカバーのコーナーテンション上げてこうぜチーンなったよ。自分で無茶振りってもう言ってもうてるやん。いやそうなんだよね。いや違うんですよ、先週、うん、これ歌いたいって本当にラジオの収録の日にその場でこのね、うん、で今日私何持ってきたかというと小泉京子さんの木枯らしに抱かれて、キョンキョン、そうご存知キョンキョン、キョンキョンの曲をねやろうと思います。これは私は実はキョンキョンは女優さんだと思ってたので昔歌を歌っていたみたいなのはごめんなさい存じ上げなかったんですけど、キクちゃんが何年か前だよね、ね、お互い違うな、不安になった。よしこれ、それを楽しもう。じゃあ やってみます。ドキドキするね。何これ、すだちだけが季節だと思っている、はい、木枯らしに抱かれて。ちょっとかっこよく入ってイントロも決まってなかった。このままなんか出会いは風の中、恋に落ちたあの日から心はあなたを求めてた。泣かないで恋心よ、願いが叶うなら涙の川を越えて全てを忘れたい。切ない片思い、ささやけば届かぬ想いが胸を駆け抜けてくだけ。これ二人なんかコーラス男子入れる。悲しいほどの星空に天使の声がする、この後サビがあるよね。あるよね、気にしない、うん、木枯らしに抱かれてでした。じゃああと1曲、次は私たち夕食ホットの曲の中からですね。